皆様こんにちは。今回は iOS 版 Google カレンダーアプリに追加された今日のウィジェットを解説させていただきます。 iOS 版 Google カレンダーアプリは2017年7月6日のバージョン 2.4 アップデートにおいてウィジェット機能の今日のウィジェットが追加されました。この今日のウィジェットは今日と明日の予定を一目で確認することができる便利なウィジェット機能です。iPhone や iPad のウィジェット画面に設定しておくだけでアプリを起動しなくても予定を確認することができます。またもちろんウィジェットをタッチすることでアプリを起動することも可能です。 Google カレンダーアプリの今日のウィジェットを追加する方法は iPhone や iPad のウィジェット画面で編集をタッチして Google カレンダーを追加するだけです。これでウィジェット画面に Google カレンダーの今日のウィジェットが追加されます。 Google カレンダーアプリの今日のウィジェットはすぐに予定を確認したいときに便利な機能です。ぜひ設置して活用してみてください。以上、 iOS 版 Google カレンダーアプリに追加された今日のウィジェットの解説でした。